パトリック・ウェイン・スウイージはアメリカ合衆国の俳優、ダンサー。テキサス州ヒューストン出身。バレエ教室の経営者で振付師でもある母の影響で幼少の頃からバレエの英才教育を受けて育つ。バレエの劇団員時代を経てブロードウェイの舞台で活動。1979年にローラーディスコをテーマにした映画スケートタウン、USA で映画俳優デビュー。 1981年には、アメリカの人気テレビドラマ、マッシュに出演。1983年の映画、アウトサイダーでは、シートーマス・ハウェル、ラルフ・マッチオマット・ディロン、ロブロー、ダイアン・レイン、エミリオ・エステベス、トム・クルーズらと共演し、ブラッド・パックの一員とみなされることもあった。ダーティ・ダンシングでは得意のダンスを披露し、ゴースト、 ニューヨークの幻の世界的大ヒットで人気を不動のものとした。2008年1月に4期膵臓んを診断されたことを告白。約20ヶ月の闘病生活の末、2009年9月14日に膵臓んで死去。57歳胞打が癌を宣告されてからもテレビドラマビーストに出演するなど仕事を続けた。2008年9月には癌撲滅運動。 スタンドアップとキャンサーに参加していた。バレエの修行時代に知り合った同郷の女優、リザニエミット1975年に結婚している。弟のドン・スー・エイジも俳優である。水臓癌、余命が数週間については否定。ゴースト、ニューヨークの幻パトリック・スー・エイジ。シネマトゥゲー。 http://cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00131122013 年5月25日閲覧。ゴーストのパトリックス・ウェイジさん、死去。 アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュエンターテインメントスラッシュ news-entertainment スラ new ッシュ2641800スラッシュ45928082013年5月25日へ閲覧ありがとうございます。